私たちが目指しているものって、都心から一番近いリゾート公園っていうところが私たちの最終的なゴールです、はい、まあ、例えば花の美術館だったりとか、はい、グランピング施設を通して、うん、いろんな楽しみのコンテンツがこの中に詰まっているのよね。この公園にいて一日中楽しいみたいな、うん、そういった感動をなんかお届けしたいなっていう気持ちがあって、うん、一つの公園の中でいろんなものが体験できて、さらにそれがいろんな年代の方にご利用いただける施設になって、うん、ここの稲城に住みたいなってなんか思っていただけるような、そんな公園の一部になるように、うん、そういったファミリーの方にも使いやすい公園になれるようにという思いで作っております。